バン漫才ギシだけです。はい、今回ね、僕はあるドッキリを考えていまして、今回の偽企画から発表したいと思います。箱の中身はなんじゃろうなー。ミュートルナ、ガチで生き物結構苦手なんですよ。しかも五感を隠した状態での箱の中身はなんじゃらなをやりたいと思ってるんで、全てを失った状態で当てなければいけないっていう企画なんですけども、まあ、そこでね、おもちゃの蛇があるんですけど、最後に触らせたいと思います。で、そこからが僕のドッキリでございます。本物の蛇を結果発表の時に入れたいなと思いまして、私これ触ってたのみたいなでっかいリアクションでやってくれると思うんですよ。ミュートが本当に無理なんで、二人をビビらせたいなと思います。今回ね、ちゃんと飼育員さんはね、隠れていて危険な状態がないようにもちろん行うんですけど、ちゃんとね、人に慣れてて首に巻くとかね、ちゃんとしつけられてるヘビなので安心してください。ということで早速やっていきましょう。バンバンザイ、どうです、ギュシです、ミュです。はい、ということでですね、皆さん五感あるじゃないですか。言えますか？聴覚、視覚、味覚、感覚、触覚か、鼻、嗅覚、その五感があるんですよ。はい、それ一つでもね、不自由になった時ってめちゃくちゃ困るじゃないですか。今回はどれだけね、今の自分の体が満足か、今がどれだけ幸せなんだっていうことをね、再確認していこうという企画です。ということで今回企画は、五感を隠して箱の中身はなんじゃろなー。ということですね、はいはい、今から行っていくんですけども、今回はね、僕の友達にちょっと協力してもらって物を持ってきてもらいました。おお、つーちゃんと呼びましょうか。つーちゃん、つーちゃん、つーちゃん喋んない。つーちゃんは、うん、あの声帯取っちゃってるんで笑っていいものなのかもわからん、はい、ということでね、はい、自信ありますか？あると思う、多分当てれる。自信ありますか？ルナあるな。お前あるしか言わないからいいやはい、そして1つのものにつき五感中の2個だけ解放することができる。他の人がね、やってる時はもう絶対見ないでおこう。はい、ということで頑張りましょうか。はい、はい、早速始めていきたいと思います。はい、最初誰かいく。はい、オッケー。はい、それじゃあね、とりあえずみんな目隠ししてスーちゃんに入れていただきましょう。いくよ、みゆのターンスタートです。あ、わかったー。これ簡単だよ。次のターンいきましょう。はい、じゃあ次ギシ。じゃあいきます。お、もういく。はい、あ、見えへんねん。は、何これ。見えへんねん、こっち。これ誰の。あああポチャン。オッケー、さよなら。出た、いきます。あ、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 出た。あ、ま、あ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 、負けら。あ、ま、あ、ま、出た。あ、ま、あ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 、オッケー、オッケー、オッケー、わかった。じゃあ、一人ずつ答えを言って答え合わせしましょう。じゃあ、みゆから。こんにゃく。こんにゃく。こんにゃく。うえー、これ絶対合ってるかも。これよくわかるわ。じゃあ、答えを見ますか。はい、いっせーので、こんにゃくー。イージーイーゲーム、イージーイーゲーム、レッツゴー。ということで2問目いきたいと思います。はーい、目隠ししましょう。じゃあいきます。失礼します。怖い。え、そんなやばい。え、怖い。これ、え、待って、すごい怖くなってきた。え、待って、え、わかんない。崩れやすい。え、これどうしよう、マジわかんないから。使います。何を取りますか？これは嗅覚。嗅覚を解放してください。これ近くで嗅いでもいいんですか？なんだこれ。あ、わかった。じゃあ次ギシで行きます。え、何これ。俺使います。感覚。感覚。触覚か。感覚。じゃあ軍手取って。うわ、でもちょっとミユの気持ちわかる。これ嗅覚気になるな。え、ミユの嗅覚をあれした理由わかるわ。でしょ。わかった。嗅覚でもわかるでしょ。わかるわかる、多分だよな。失礼。あ、オッケー、オッケー、わかった。なんか解放した。うん、線でもいける。ゴチ、うん、じゃあ答え一斉ので言いますか。はい、一斉ので解放。
ぱい？え？大福。これはこの手の感覚でしっかりとつぶつぶまでを感じた。私も匂いでしょっぱさを感じた。これは間違いなくたらこだ。たらこだ。あんこの大福やこれ。じゃあ答え合わせしますか。じゃあみんなで見ましょう。せーの。うたらこやー。絶対解放した方が良かったよ。全然分かっても。じゃあ最終問題いきますか。順番どうする？変える？じゃあ1番いこう。オッケー。じゃあ2番いっていい？解放しますか皆さん。でも無理。目やな。きっしょこいつ。もういい。いやだ怖い。怒ってるもんこいつ。でしょみんな。ベロ出してんでしょ。ベロ？みんなの心呼んでるけど入れろって言わんとってこっちも頑張ってんね。もう分かったからいい。オッケー。いいよじゃあ。みえちゃん行きな。行くよ。えじゃあこっち無理かも。こっちおいで。何もしない。うわあ！うわ！私も解放していい？嗅覚。解放するよ。はい。ちょっと待って。え、無臭なんだけどこれ。そう。え、何？ほら！ほらほら！ほら！ほら！ほら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 ！ダメ？なんかもたもたしてるんだけど。わかった！わかった気がする。今俺のこと睨んでるこれ。威嚇してんじゃね。待って待って本当に怖い。本当に怖い。お前らよく触れたねそんな。めっちゃ怖かったよ。じゃあ俺ちょ1個解放していい、はい、これね目だわ。じゃあ目解放します。見れないのに。でも分かったかもしれないこれ。念のためさ手解放すれば。いやでも俺もこれでいくわ。オッケー。一せーので。ボーちゃん。だってルナね言っていい、こんな細長いの持ったのクスってやったらプチって私もね、ペチッてされたもん。じゃあいきます。え、待って、めっちゃ気になる。それでは、答えを見ます。せーの。ちゃんとしてるってことは、ちゃんと飼育されてるってことは、なんじゃない人間。いたー！人間いたー！ということで、ドッキリ大成功！え、本当に二人が知らないよ。はい、僕です。何？はい！ということで、あなたたちが本当に触っていたものということですね。今回は2人は最初ヘビのおもちゃを触っていました。誰が言ったの？私。これお前かよ。ということで、獣のヘビかと思ったら本物のヘビドッキリ。人のこと覚えてんのかな。あ、今覚えてるよ。認識してるって確かめてんのかな。なんか危ないもんないのかなって、うん、かわいい。ということでですね、今回このヘビさんね、かなり頭のいいヘビさんのようで、首に巻けるということでですね、じゃんけん負けた人お首巻きましょう。え、本当に最初はグー、じゃんけんしょ。ありがとう。最初はグー、じゃんけん、ほい。わー、やったー。すいません、僕の首にお巻きしてください。ちょっと、あ、すごい。そんな待って、本当に怖い。飛行機の枕や。やばい。座って見えへんから座って。
原さんにかけていただいて。いやーやーあかんお願いやめてよやめて、おっちゃん怒るよ。はい、いやー、これだ、データ消すね、これ今からちょっとデータ消すね、本当にお願い、同じように、あーあかん、オッケーオッケー、もう無理、お願い、もう無理、お願い、もう無理。じゃあ持ってみて、こうやって、okay. あのね、噛まないって分かったら、かわいい。首から渡すね。一回こっちやはい。お、ここで、あ、やばくよ。じゃあこの辺にしときますか。じゃあ俺今度からね、何かあった時は蛇を持ってね、ファン漫才で活動しようと思います。何でもしたくはい、ということでですね、次も箱の中身はなんじゃらの第2弾があるかもしれないんでね、その時は頑張ろうぜ、また君に協力してもらうよ。あ、OK って言ってます。できるわけないでしょ。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。やめて。